こんにちは。ただいま第201回ポニスカートスクライブを開催させていただきます。演奏者の方も活用して客席でご参加ください。皆さんこんにちは。お足元の悪い中ね、とても森さんは足も悪いのにね、足も悪いのにお足元も悪いのに、本当にたくさんの流行り知らない引っ込むですね、お客様が見えてますけど、私くじ引きで一等賞を引きました。ということで今日はですね、あまりちょっと雨が降ってて気分が乗りませんけど、気分が乗りないけど気分の乗るくらい曲をいきたいと思いますので、よろしくお願いします。私ソブライブアトシと申します。よろしくお願いします。最初ですね、今日はすいません、オリジナルばっかりいきますから知りませんと、当然知りませんね。前に歌った曲もありますので、とや聴いたことあるよというのはあるんですが、今日初めて歌う曲もあるので、はい、フライブ年の歌を聴いたことない人は、こんな歌を歌うんだというふうにですね、聴いていただければよいと思います。どうぞ。一応短曲って決まってますから、でも演奏時間は何分って決まってないので、基本喋ってもいいんです。じゃあ今すると向こうで鬼塚さんが巻いて巻いて、今日は最初は、愛の星と書いて愛フェイという歌ですね、いきたいと思います。よし、よし。
これですね、高校の試験の時に書くまた、フォークソングが大好きで、フォークソングイコール暗いマイナーの曲がイコールフォークソングという部が植え付けられまして、200曲ぐらい作ってるんですけど、ほとんどマイナーばっかりです。こんなマイナーどうでしょう。なんかね、死んじゃいました。死んだんですよ、この僕の彼女は。死んで、この彼女を思い出してという、実際死んでませんけどね。はい、次は、サングラスするとですね、まあ、歌いやすいんですよ。お客さんがほら、自分を目を見るでしょ、皆さん目をつぶって歌うので、目をつぶって歌うのを 見られるのはすごく恥ずかしいんです。わかりますよ、お母さん。いや、わかるでしょ。なんかほら、言っちゃってるみたいになってる感じ。今日はですね、高か不高か、私の娘が初めて聞きに来てます、ね、生意気に旦那を連れてなんかあの、お口にですね、身内の人がなんか親戚がいて、法事があったみたいですね。法事ついでに来てます。ついでにお宝のことを聞きからから近いで来て、軽いので来てます、2曲目ですね、田舎を出るときに、父ちゃん母ちゃんと別れた、そういう心境を歌ってます。で、私の長男もちょっとこの前家出たんですが、長男に送るメッセージソングを含めた意味でちょっと送られます。海峡
涙が出ました。歌いながら、いろんなことがですね、相馬と思うとく、55歳になりましたけど、いろんなことがありまして、ね、涙が出ますよ。自分で作っとって涙が出ましたけどね。次はですね、先ほど鬼塚で買いました。いいの鬼塚で買いました。3900円だね。いいのハープにちょっとこれ使ってやりますね。やっぱこのいいですねこの音をね。やっぱハープはこのメーカーに買います。
¡Gracias!